なんで私たち、こんなことしてんだ。もう、もたねえ。シュン大丈夫？アツタ、下にいる君がしっかり支えなきゃダメじゃないか。連帯責任で絆を深めるためにもやり直した。連帯責任を強要する教師の授業を受けた結果、男女合同で体育って珍しいね。出張でいないから代わりの先生がまとめてみてくれるんだって。ダッタ君がいないのです。サボりでしょうか。遅いぞ、5分前集合。先生もういた。急がないと。よ、君たちの授業を担当する関川だ。よろしく。出血を取るぞ。ダッタ俊。ん、タツタ俊は休みか。ダッタ君が来てるんです。あ、俊、もう始まってるよ。そうが、あれがタツタ俊か。遅刻した一人の生徒のせいで授業に若干の遅れが出たな。え？連帯責任。タツタ俊。全員揃ったが、君がいなかったことで授業に支障が出てしまった。よってこれから全員でシャトルランを行う。え？なんでいきなり？連帯責任だ。さあ全員位置につくんだ。50回でクリアとしよう。全員で同じことをし、同じ苦しみを分かち合い、全員で乗り越える。それが今の君たちには必要だ。頑張れ。もう無理なのです。モカちゃん、リズムよく呼吸するのを意識してみて。あと半分以上あるのかよ。シュン、まだいけそう。獅子原と水戸は全然息切れてねえな。ほとんどの人がリタイアしたねんです。残ってんのあいつらしかいねえじゃん。獅子原、水戸、自分だけできていても全く意味はないぞ。連帯責任でシャトルラン2回目を始める。50回クリアでもダメなんですか。全員クリアでなくてはダメだ。当然だろ、連帯責任なんだからな。先生、みんな疲れてますし、さすがに続けては無理です。獅子原、周りをよく見ているな。感心感心。ではタイヤ引きに変更しよう。結局やんのかよ。そのタイヤの重みはクラスみんなの思いの重さだ。一人一人がしっかり引っ張っていく意識を持って走ろう。重くて引っ張れないもんです。勢いでダーッと走ればいけるよ。確かに。そんなのできるのお前らだけだろ。みんな大丈夫？水分補給してちょっと日陰で休もう。ん？勝手に休憩を取ったな。君たちはあまりにもバラバラだ。そして獅子原、君の一斉で連携は乱れてしまっている。よって連帯責任でこれからクラスの絆を深めるためにも組体操を行う。また連帯責任？てか今度は組体操かよ。なんで私たち、こんなことしてんだ。もう、もたねえ。シュン大丈夫？タツタ、下にいる君がしっかり支えなきゃダメじゃないか。連帯責任で絆を深めるためにもやり直した。先生、女子みんなもう限界です。女子も男子と同じ内容をこなすのは体力的にきついと思います。時代は令和、男女で差をつけてはいけないぞ。男子も女子も関係なく、連帯責任の罰も同じ内容を受けてもらう。そもそもモカたちはなぜこのようなことを。タツタが遅刻してきたとこから始まったんじゃ。俺ら関係ないじゃん。そういやそうだった。いかんぞみんな、そうやって一人のせいにするのはいけない。一人の罪はみんなの罪。いいも悪いもみんなで共有、みんなで背負って頑張ろう。待ってください、俺たちまだちゃんと体育の授業できてません。授業ができないのは君たちの責任だ。意見するならクリアしてからだ。わかりました。クリアすればいいんですね。その通り。ではこれよりオーナー跳びを行う。クリアの回数は100回。そんなに？ぶっつけでやれるもんじゃねえだろ。できる気がしないねんです。限界。23、24、25。また誰かの足に引っかかった。頼むから続けてくれよ。一生終わんねえよ。回す方だって疲れてるんだぞ。
まずい、空気が悪くなってきてる。これを乗り越えてこそ、君たちは深い絆で結ばれたチームに、いや、家族となるんだ。頑張ろう。回すの疲れたよね。俺が変わるよ。すまん。こっちは私やるね。本当申し訳ない。実は腕が限界だったんだ。行くよ、せーの。モカちゃん大丈夫だよ、落ち着いて。みんな一旦呼吸整えてからやろう。やべ、今のはこっちがいけなかった。もっと大きく回すね。もう一回お願い。師匠とゆりかさんのおかげでプレッシャーが和らいでいる気がするのです。モカも頑張らねば。88 89 90 10、あと10回。まさか本当にクリアしたら意見されてしまう。バラバラになるに決まってる。俺の作り上げてきた輪を乱すわけにはいかない。97 98 99。あ、みんな、あと1回のところでマジで悪い。タッド君のせいではないのです。モカが引っかかってもおかしくなかったのです。そうだよ、悪く思わなくていいって。みんなよくやってたよ。よくやっていた。厄介できていなかっただろう。タスタシュン、君のせいでクラスの一致団結は崩れてしまった。よって連帯責任でもう一回やるんだ。さあ始めるんだ。約束通り意見したいならクリアしてからだぞ。連帯責任だからな。先生、あと1回のところで大声出しましたよね。それは蚊がいたんだ。その声で集中が切れちまったんだよ。しょうがないじゃないか、虫が苦手なのさ。集中を切らさないためにも鍛錬が必要だとは思わないか。さあ始めるんだ。動けないなんです。だったら先生もオーナー跳びに入ってください。先生の声でシュンの集中が切れたのを認めましたよね。連帯責任で先生が入っていないのはおかしいですよ。しまった。でもみんなさすがにもう一回は。いや、やるわ。ではムカも責任の重さを味わわせてやる。だよな、くたばってる場合じゃねえわ。みんなが異様に燃えてる。先生のおかげでみんなのやる気も高まってます。やりましょう。わかった。絶対に引っかかるわけにはいかない。絶対に。30 31 32。まずい、疲れてきた。なぜ生徒たちは疲労が溜まっているはずなのに飛び続けることができるんだ。あいつが見せるまで引っかかるかよ。最初に引っかかるとしたらあいつだ。それまで何としても飛び続けてやる。みんなから今までにない集中と団結を感じる。わしがもう。先生が引っ掛けてしまいましたね。連帯責任って全部先生が思い通りにしたいだけですよね。歯向かうとは教師を何だと思っているんだ。あんたこそ生徒を何だと思ってんだ。こっちは罰じゃなくて授業受けに来てんだよ。私ちょっと行ってくる。ゆりかさん、どこへ。みんなあんたの理不尽な指示をクリアしようと頑張ってただろ。ろくな授業もしないで罰ばっかり与えてたあんたに責任はねえのかよ。教師としての責任を取れなかったのは君たちの責任だ。連帯責任で放課後にオーナー跳びを100回を。待ってください。関川先生、授業を放棄していたようですね。主任、いや、そのようなことは。連帯責任でもって生徒たちの団結を深め、より授業をスムーズに行うべく指導していただけです。では教師の我々も生徒に正常な授業を行えなかった連帯責任で、職員会議で関川先生のことを議題に挙げて適切な処分をしなければなりませんね。そんな。ゆりかが呼んでくれたんだね、ありがとう。いえ。筋肉痛。昨日の体育で筋肉痛に。学校に来るだけでやっとだったのです。お疲れ様。動ける気がしねえ。シュンってば体力ないな。お前らと一緒にすんな。私と相対外のクラスのみんなは
この日筋肉痛で全くと言っていいほどに動けませんでした。今日の動画はどうでしたか、タクタくん。いや、俺に聞くなよ。そんなことより、この動画のオープニング曲を紹介するぞ。サッタくん、チャンネル登録するのです。いや、だから俺に言うなよ。チャンネル登録よろしくなのです。